にちは、はるかぜすずしでございます。ということで、まあ雑談です。まあ今年ちょうど1年、あの YouTube 始めましてですね、ちょうど1年ですね、去年のお正月から始めまして、ちょうど1年経ちましたけれども、まあ、おかげさまで、登録者数が1400ぐらいになってまいりまして、ハピーハピーでございますね。多くの方見ていただきまして、まあ主にね、音の話が多ございましたっていうか、音をのノウハウを皆様にお伝えすることが多かったんですが、ちょうど6月ぐらいにセブンシーを買いましてね、久々にカメラ使うことになりまして、昔の記憶と、まあ一応ね、現場ではカメラいつも見てるんで、カメラマンからのお話とかいろんなところを総合しまして、まあいろいろとやってまいりましたけれども、途中でですね、この α7C からですね、今撮っておりますこの印象的な映像でございますけれども、まあ富士のね、XT4 というカメラに、まあ変わったでございますよ。まあ私の場合ですね、あの映像制作会社をまあやっておる関係上ですね、まあなんていうのかな、映像に対する考え方がまあ普通の方々とちょっと違うかもしれないですな。だから参考になる場面とならない場面とまあ多々あったかと思いますけど、まあ音に関してはね、あのマイクの距離さえしっかり、それからボリューム調整しっかりすれば普通にいい音は取れますんで、その辺はどね、あまたな皆様に、お役に立てたんではないかなと、この1年振り返るとそう思っております。まああとね、原稿をですね、寄せております、プロニュースというサイトがありますけど、そこではまあ主に音の話してますけれども、まあそれも概ね好評で時々バズってると言って編集部は大喜びしておりますので、まあ来年もですね、プロニュースに関しましては音、それからまあ編集長仲良しなんで、もういいですよ、はるかぜさん好きなこと書いてくださいっていう不定期連載もあるので、まあその辺は好きに書いていこうかなというふうに思っております。でまあ今年ね、たくさん機材買いました。このカメラ周りね、音の機材も結構買ったんですけども、結果的にまあよく使ってんのはまあ1年半前ぐらいかな、 F6 買いましたけど、ズームのね、音の F6 はまあまあメイン機材としていつも働いておりますわな。うん。だからまあ、無線マイク類も、ワイヤレス GO とか、ラーク150とかね、あの辺もよく使っております。で、カメラは悩んでるね。カメラは悩んでる。まあ、ここんとこちょっと、作品と呼べる映像群ができ始めて、まあ、やっと、なんていうのかな、はるかぜすずし的映像っていうのが、まあ、こうやればできんじゃねえみたいなことが、まあちょっと見えてきまして、まあ今日なんかもそのやり方ですな。まあ基本的には、まあ昔からそうなんですけど、カメラはまあ何でもいいやっていうところは、まあベースにはあって、で、光をうまく作ればまあ何でもいいやっていうところはあるんだけど、はるかぜすずしのポリシーとしては、編集時にあんまりガチャガチャやりたくない。グレーディングだのカラコレだの、まあスチールで言えばロー現像みたいなことはなるべくやりたくなくてですね、まあやらざるを得ないことはあるんですよ。でもどれだけ現場で収められるか、いい感じに作れるかっていうところが一つの勝負。まあ、この辺ね、悲しいかな、仕事なんで無限に時間をかけられないから、ま毎回このうちの作品としては、あこの絵見たらはるかぜさんとこだよねっていうような、ある意味こう決まった方向性みたいなものをある程度出していきたいので、そうするとまあ現像で帰ってきてやるっていうよりは、現場の光の作り方と現場のセッティングっていうもので、どれだけそれを味を出していけるか
ていうような考え方をまあしてるんですね。で古くはね、ニコンの D1X というまあほぼ初代のデジカメ一眼レフね、ちゃんとしたミラーの入ってる一眼レフは、オリジナルのガンマを作ってカメラに入れられたんですね。でそのガンマで全部撮影してる、自分でこうかけたわけですよ、ガンマ曲線をね、まあ、S カーブですね、 S カーブを書いて、覚えさせるとカメラにね。なのでどこで撮ってもそのガンマ使うとまあ春風ぶしな写真になったっていうのがもともと20年以上前の仕事の仕方だったんで、それと同じような仕事の仕方をまあ動画でもやりたいなっていうのが根本的なとこです。なのでまあ今回もねちょっとこれ、富士のカメラの、ブリーチバイパスというエテルナブリーチバイパスという、まあ、フィルムシミュレーション、まあガンマ補正ですね基本的にはね、まあそれに対してちょっと色を変えて作ってます。まだ完成っていう感じではないんだけど、まあまあこんなようなことがいいかなというふうに思ってます。まあまだね追い込みが足りねえっていうか照明適当なんであんまり面白くないんだけど、うん、まあ、ちょっとねちょっと違う色を出してみますね。うん、またちょっとカメラいじりましてちょいと違う味付けにしてみました。あの富士のカメラをねなんで使ってるかっていうところで言うと、この色味の調整がとっても自由度が高いっていうところなんですね。でしかもそれがなんていうのかな、あのサイドとか色相を変えてるっていう考え方とはちょっと違うので、あの面白い、とっても面白いですね。面白いで印象的な感じになりますから。で来年の抱負ですけど、この富士フィルムのこれを設計してる人に話を このことについて勉強に行ってきます。あの富士フィルム行ってね、なのでこの秘密をちょっとゲッチューしてきて、これをじゃあさらに作品の中で面白くするにはどうしたらいいかっていうことを考えていきたいなというふうに思っています。さて、まあこの動画の中でもソニー使うこともあるし富士のカメラも使うことがあるのはまあもう皆さんもご承知いただいているところかと思いますけれども、来年はねもうちょっとシネマの映画の仕事が結構あるので、映画のシステムに機材をシフトしていこうというふうに思ってます。まあね、第1弾としては富士フィルムのシネマズームMKX、18-55mm の高い50万円の、シネマズームを買う予定で、一応富士フィルムさんの方に買うからって言ってご用意いただく感じでございますが、お店紹介してもらってね買おうかなと思ってるんですけども、ここでねスチルばっかりの方はちょっとあんまり参考にならないんだけど、動画も撮る方向けにちょっとシネマレンズ、我々がよく使ってる他のね仕事でも使ってるシネマレンズの話をちょっとだけしとくと、一番違うのは大きく分けるとサイズっていうかレンズを交換しても大きさが変わらないみたいな感じが、まあ、シネマレンズの基本なんだけど、皆さんよく知ってるようにこうギアがついててこうぐるぐる回して使えるじゃないですか。でなんでギアがついてるかっていうことで言うと、このヘリコイドっちゅうね、まあピントリングの回転幅がね、だいたいシネマレンズの場合270度ぐらい近いとこから遠くまで回すわけだから、こうやってっとてかこっちの方まで行っちゃうんだよね、こうやって一定の速度でギューンって回すとこんなになっちゃうから、270度っちゅうとね、するとそれは難しいので横にギアつけてこういう回転に変えているっていうことなんですわ。なのでじゃあなんでそんなに角度が大きいかっていうと、やっぱりね映画における映像におけるピントっていうのはあやいいもんじゃなくて、ピントを移動すること自体がカメラワークなんですよね。だからまあよくこう画面内でタッチしてここにピント合わせて次こっちにピント合わせてっていうのをまあAF の場合はできるようになってかなりまあよくはなったんだけど、
でもリズムってあるんだよね、映像にはね。なのでピントはね、その映像のリズムに合った速度で向こう行ったりこっち来たりっていうことをしてくれないとやっぱり心地よくないんですな。でそれは楽器演奏みたいなものでね、僕らにとってピント合わせっていうのはね。なんでミュージックビデオをちょっと想像してもらうと一番わかるんだけど、ミュージックビデオでじゃあピントを奥から手前、奥から手前みたいなこう切り返すときに、そのビートに合ってないとダメじゃないですか。カチン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 っていけばいいわけじゃなくて、速い曲ならねそんなんでもいいんだけど、ゆっくりな曲でタラララとかやって、ここ困るじゃないですか。タラララとか言われてもおかしいじゃないですか。だからその辺があるんで、ピントってやっぱり僕らはその演歌の世界のリズムに合わせて送りたいわけですな。だからそのためには AF である必要がなくて、マニュアルの方が良くて、なおかつその角度が大きいってことは、ものすごい細かいピントの調整ができる。まあよく例えば、大口径レンズで髪の毛一本の髪一枚の薄さの被写界深度なんて言ってんだけども、じゃあ髪一枚の被写界深度の調整ができるピント機構がなかったら、実はその薄いピントってあまり役に立たないですね。でその紙1枚ね、紙の厚さ1枚分のピントを送れるかっていうことなんだけど、そのまつげの先と根元へ移動できるかみたいな話なんだけど、それがスムーズにやりたいのが映画の世界。スチルだとね、例えばピント固定してから多少引くとか押すとかっていう、こういうAF 固定してから多少こう動かすなんていうやり方をするじゃないですか。だけど動画ってそんなことできねえから、ピント固定してからカメラちょい前に行ったり引いたりなんて言ったら、やっぱりこれブリージングしちゃうからね、要は画角が変わっちゃうから、まあ、そういうことはできないんで、そこがそのスチルと動画の結構違うところなので、まあピント合わせをやりたいんだな。もっとね、簡単に言う、動画の中でピント合わせは楽しい、とっても楽しい。動画の中でピントを合わせるとか、ズームしてってズームの角ねがピタッとこう決まるとかっていうことは、カメラマンにとってそれを合わせることが楽しいのさ。 AF っていうのは便利だけど楽しさが一個なくなっちゃった。からスチル用ズームレンズではズーミングという手法は使えないのでね、動画の中のズーミングっていう手法がほぼ使えないので、それも動画の楽しさが半減してる。なので動画をこうね、こういうカメラでやろうと思った時に、シネマレンズをね1本2本持ってると楽しいと思いますよ。1本ね5万円しないぐらいの価格でシネマレンズ結構出てるんで、1本お試しいただくと面白いんじゃないかな。ちょっと春風涼しいも今単焦点シネマレンズの純粋なのは持ってないんで、大きなことは言えないですけども、まあ、しばらくね富士からシネマズーム借りてたんで、まあ、久々にクラスのものを触ってしまうと、まあズームする楽しさ、ピント合わせる楽しさっていうのがあるんで、ちょっとそのビデオグラファーさんたちもピント合わせの楽しさ、ズーミングの楽しさっていうのを手に入れていただくと、まあ、俺らがもうおっちゃんだからさ、古くせえ映像しか撮れないんで、今の30代ぐらいのねイケイケなカメラマンたちにちょっとそのシネマレンズっていうのを使ってみてもらうと、なんかいい気がすんだよな。俺らはもうなんていうの、先輩方からこうやるもんだっていうのはちょっと聞かされすぎちゃってとこもあるから、あんまり面白い発想ができないんだけど、まあ若い人とか逆にまあ定年近づいて映像を趣味にしようみたいな、まあ、もしくは映像で食おうと、50代になってから映像食おうは全然 OK だと思うんで、そういう人たちにはどうかその動画というものの機材っていうのをちょっと使ってみてもらえると
面白いんじゃねえかな。スチールのレンズはスチールのレンズでいいんですよ。いいですよね。だからまあちょっとこう俺もスチールもう一回撮り始めてんだけど、まあ、なかなか俺下手っぴだからね、なかなか。うん、まあ映像っていうのはちょっとこう時間の幅があるから、そのなんていうの、構成で伝えるってとこがあって、その一個一個の絵の美しさだけでは語れないものがいっぱいあるから、まあそこはそこでなんていうの、小説っぽいっていうのかな。うんうんうん、そうね。写真はだから俳句っぽいっていうのかね。うん、僕らは小説っぽいっていう感じがね。うん、ということなので、まあ、長々お話をいたしましたが、まずは来年は富士の、MKX18mm55mm のシネマズームを一本ゲット、ゲッチョ。うわ、たっけーけど、来年まあ一応映画とかいろんなものが予定されてて、まあ一本ねコンペになってるやつが通るか通んねえか分かんねえんだけど、通るんじゃねえの、分かんないけど、全然分かんないけどね。それ通ってくれたら全然今回のこの出費っていうか出資はね、あの全然いいんだけど、通んなかったらまたちょっと営業しなきゃいけないから大変なことでしたけど、まあ富士フイルムさんの仕事を今やってますから、うん、これはもうちょっとなんていうの、別に富士フィルムのためにかっこいいなんていうのかな、アートをやってるわけじゃなくて、ちゃんとしたプロモーションの映像を春風涼しい作っておりますんで、まあ、そんな仕事も増やしてもらって、富士フィルムさんに、富士フィルムで稼いで富士フィルムの機械いっぱい買ってんだから行ってこいしてるだけだね、なんかね、どうかしてる気はするけども、まあそんな感じでこう1年間いろいろやってまいりまして、まとめると前半戦は音ばっかり、スイッチャーの話なんかよくやってましたね。で、6月以降はちょっとバタバタと、まあカメラの話なんかをしつつ、それから映画カメラマンといろんな話をしたりしております。まあ来年はねと言いつつ、まあまだ今日は28日だからまだまだ YouTube 上げていきますけれども、ひとまずまあ今日のダラダラ話はこんな感じ。富士フイルムのフィルムシミュレーションいいでしょ、ね、ちょっと劇的な、簡単になんていうの、こういう映画作れるのが富士フイルムはいいかな、ということで、またね、じゃあね。